はい、皆さんこんにちは、太陽です。本日は石川県金沢市にあります麺屋神櫓田上店にやってまいりました。今回はまあこちらで二郎系ラーメンのお店なんですけど、野菜増し増しの麺、マックス、まあ超大盛り、なんだっけ、まあとりあえずマックスの麺増しで頼み、食べていきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、というわけでこちら準備ができました。今回食べるのはこちらの、なんだっけ、濃厚豚ラーメンの、スペシャルバージョンかな、確かスペシャルバージョンの、メガ盛りの、忘れたんですけど、とりあえず、デカ盛りラーメン届きました。それでは、早速食べていきたいと思います。イエーイ。あー、美味しそう。ここに置いても大丈夫ですか。うん。それでは、いただきます。よし、ラーメンとしてー。どうですか。イエーイ。いや、まずベジタブルファーストで飯からいきます。シャキシャキ、そういえば今回全マシマシで頼みました。とりあえずある程度野菜食べれば、全然大丈夫です。その量だったらどのくらい締め合うと、 4キロもないぐらいです。4キロぐらい、時間、あ、時間、食べれるかな。最近食べるの遅いんで、1時間ぐらいですか。まだ分かんないですけど、なんか何杯も食べるのとでっかいの1個食べるのなんか気持ち違うね。全然違いますね。あの、何杯も食べた方が気持ち的に楽になる。なあ、なくなってきてくれた。そう、メンタルはどうしてもこういうデカ盛りってやられるんで。へえ。僕はいつも目つぶってやってる。あれ、目つぶっとったんや。いや、もう基本的に食べるときに口に含んだら目つぶる。あ、なるほどね。きつくなったら、最初は大丈夫なんですか。じゃあそれ見たらきつくなって大事やって思えばいい。豚
めっちゃ柔らかジューシーでうまい。私、太陽君に質問考えてくれるけど、あ、全然質問大丈夫、あ、質問大丈夫、大丈夫、太陽君のファンのために、ファンのためじゃあまず、はい、スタンダードからね、出身地はどこですか？出身地は石川県金沢市の、うん、細かいところ言うとずっと石川県金沢市ですか？うん肉が食えない、ちょっと一回肉、うん、食べるから、私もお肉食べるわ、お肉おいしいね、うまい、うん、あ、さっきの質問大丈夫はい、何て言うんですか、何て言ったっけ、あ、でもそれ終わりね、はい、誕生日はいつですか？あ、誕生日は12月2日です。12月2日2日です。もうちょっとや、あ、そうです、もう少しです、うん、2ヶ月切りました、うん、で、何歳になるんですか？で、23歳です、ね、23歳です。とりあえず天使が一応します。あ、はい、わぁ、ね、これそう、すごい、すごい増えた、増えた、すごい美味しい、麺はうどんみたいな極太麺ですか、うん、そう、とりあえずある程度食べた方がいいっすよね、うん、質問は今思ってありましたねとりあえず食べますか、とりあえず私も食べよう、うま、弾力あってうまいっす、すごいねあ、全然大丈夫です。僕まだ時間かかるんです。ね。そう思うとすごいですね。今日いっぱいラーメン。うん。ラーメン生活ですね。普通のパン。実は昨日もラーメン博行って。あ、そうなの。うん。まあ今日までですからね。うん。僕もラーメン博、昔ちっちゃい頃行ったことあるんですけど、うん、ラーメン好きじゃなかったんですよ、ちっちゃい頃は、ちっちゃい時ってラーメン、なんかこの前なんですよ、うん、ちっちゃいお子さんって、うん、僕そんな感じですよ、ラーメン好きじゃなかった、唐揚げが美味しかった感じ、まあまあ、そうね、はい、ちっちゃい時はじゃあ何が好きやった？多分お肉とか魚ですよ、魚っていう寿司です、外食行ったら本当喜んでました、うんうんうん、はいよ、私僕の趣味ね、うんまだいっぱいある、普通のラーメンを3杯分ぐらい、まあ多分そうですね、いやもっとありますか、うん、なんか深いもんね、深い、大体11号ぐらいです、うわ僕12号持ってるんで分かるんですよ、
あ、なるほどね。もっともうちょっと一回りでかい。いいよね、この鉢憧れる。すり鉢。うん。すり鉢。タイの誕生日に、うん、でっかいレンゲあげようかな。はい、というわけで実況していきたいと思います。今回は石川県金沢市にあります麺屋神櫓さんにやってまいりました。ここは石川県の代表的な二郎系ラーメンを提供するお店になります。で、今回僕が頼んだ内容はスペシャル濃厚豚ラーメンのメガヤグリアンで、全マシマシで頼みました。メガヤグリアンの、麺量は、茹で前 800g と、記載されてありました。で、気になる、総重量の方は、スープ合わせて、4キロ超えといった内容になります。今回は久しぶりの二郎系を、食べましたが、やはりがっつりした味がめっちゃ癖になり美味しかったですね。特に、背脂の部分がたまらなく美味しかったです。で、今回は同行者で、過去に何度か、動画にも出ている、みちるさんと食べに来ました。序盤の方で、みちるさんからの、過去ファン目線からの質問に、答えましたが、まだ序盤だったのである程度食べたら質問を答えようかなっていう形で行こうかなと思いきや、忘れてしまい、この実況で、答えていきたいと思います。まず出身と、誕生日はもう序盤の方で言ったんで、これは省略して、1ヶ月の食費はどのぐらいですかは、これはまあ撮影費用で、2、3万円で、それ以外はそんなに使ってなく、まあ普段の食費は、親が払ってくれています。で、いつから、大食いって気づきましたか？これは、大学生の頃で、最初は 2,3 キロで徐々に食べる量を増やして 6,7 キロになりましたね。で、好きな大食い YouTuber さんは、男性だとゾウさんパクパクさんで、女性だとエビマヨさんです。でスタイル維持の秘訣は、これは毎日毎日同じような生活を、まあ、乱さずに、生活してるからですかね。で、今まで一番きつかった大食いは、6キロ超えの二郎系ラーメンです。これからチャレンジしたい大食いは、お好み焼きと、あと、たこ焼きといった、B 級グルメですかね。好みの女性は、芸能人だと、最近だとまあ吉川愛さんですね。で、理想のデートはまあ食べ歩きデートですかね。まあ、といった以上の質問になります。まあ、またコメント欄の方でまあ質問があれば随時お待ちしております。まあ、とりあえず今回はまあ美味しく楽しみながら食べる会ですが会員完食目指して頑張りたいと思います。
なんかうまいことベベってやって下のスープだけ。ほぼ完食っちゃ完食なんですけど。はい、というわけで、違う残りましたね、残念ながら。あ、さすがにもう超濃厚で、ニンニクもかなりパンチのある香りなんで、ちょっと元気ですというわけで、まあここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。帰りはデザートでアイスでも食べようかなと思いますはい、というわけで、先ほど神櫓さんの方で、ラーメンを食べてきて、その時は、まあ、スープは飲めなかったんですけど、まあ、時間が、経って、少し落ち着いて、こちらもらい物なんですけど、こちらのね、元祖丸メンチカツの、メンチカツは多分コロッケですかね。同行者でみちるさんと神櫓さんの方に行ってたんで、みちるさん のお土産でもらいました。もうとりあえずいただきますか。さっきオーブンの方で温めてきましたんで、結構カリカリですね。それではいただきます。中ぎっしりもうじゃがいもが詰まってます。うん、うまっ。うん、じゃあメンチカツいきます。うん、めっちゃ分厚いメンチカツ。めっちゃ玉ねぎいっぱい入ってる。食感もいいね。玉ねぎの甘みと肉のジューシーな味がうまい。というわけで美味しかったです、こちら。みちるさんありがとうございます。よいしょ、うん、ガリガリ君のホワイトサワーとこちらサイダーカロリーライト。やっぱねラーメンっていくら量食べても時間が経ったらすぐ楽になりますね。乳酸菌入り。中入れて、でちょっと崩して、この中に
この炭酸水、炭酸水やサイダーを入れる。今ちゃんと取れるかな。まあ、はい、というわけで、こちらも、まあ、簡易食になります。あめっちゃ美味しかった。あさっきはこってりの二郎系ラーメンを食べた後に、まあ、メンチカツも男だけも食べて、そこからのデザートでガリガリ君とこちらの炭酸飲料を飲んで、ちょうどよく、まあ、さっぱりとした、さっぱりっていうか、まあリフレッシュ、そうリフレッシュできましたね。こちらのアイスと、まあ、こちらの炭酸飲料で、うん、まあ、というわけで、今回はちょっとラーメンの方は簡易できなかったんですけど、まあリフレッシュタイムでこちらの、うん、炭酸とアイスでリフレッシュできました。うん、というわけでごちそうさまでした。